皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、1月のお気に入りを紹介していきたいと思います。今日なんか結構割と奇抜なやつ着てるなと思ったと思うんですけど、これね、この間大阪行った時に古着屋さんで1000円でした。こんなにモコモコなのにやばくない？ここら辺とかこんなモコモコなのに1000円だったんで、これは結構部屋着として着てます。外で着るのはちょっとまだうーんって感じかな。そんな感じで今月のお気に入りを紹介していきたいと思います。サムネでもあったパックなんですけど、こちらの2種類ですね。これ黄金コンビだなと思ってめちゃくちゃ使ってました。まずこっち、サボリーノのアサヨシャキットマスクなんですけど、初めて買ったんですよ、このサボリーノのこのシリーズ。アサヨとかあるじゃないですか、ペラオってあるやつ、黄色いやつとかね。初めて買って、なんか買った理由がもう朝の乾燥がすごくて、もうクリームをめちゃくちゃ塗ってたんですけど、これで保湿できたらすごい最高だなと思ってこれを買いました。匂いもミックスベリーの香りでめちゃくちゃいい匂いして、ちょっとスースーするので目覚めにもいいので使ってます。洗顔スキンケア保湿下地が不要らしいんですけど、私は洗顔した後にすぐペタって貼って30秒1分ぐらい放置して取ってメイクを始めてます。黄色い方を友達に借りたこともあるんですけど、黄色い方より私はこっちの方が匂いが好きなのでこっちを使ってます。これ本当に毎日使ってます。リョルのパックでよく使ってたのがこれです。私の綺麗日記のこれ箱がね、リトルが台湾で買ってきてくれた時の箱なんですけど、中身もあるかもな。中身もこんな感じですっごいストックをいっぱい買ってます。どっちもね、黒真珠マスクなんだけど、こっちが台湾のパッケージで、こっちが日本のパッケージで、こっちの方がまあ見慣れてると思うんですけど、なんて言うんだろう、使った感じもちょっと違う気がするんですよね。こっちの方が結構保湿力が高い気がするなって思ってて、こっちも全然好きでどっちも使ってるんですけど、こんな感じでストックをたくさん持っております。今月は、まあ、これ以外にもたくさんパック使ってたんですけど、まあ、特にこの2つにかなりお世話になっていて、まあ、冬だなって感じがしますね。次コスメなんですけど、コスメ今回真新しいコスメをね、多分買ってないかなって思ってて、今月よく使ってたものがまずこれですね。もうずっとと紹介してるエチュードハウスのウォーターティントになります。これチェリーシロップ、2番のチェリーシロップなんですけど、ここまで減ったリップ初めてなんですよね。今も使ってるし、この上にこの先月も紹介したジルのリップティントを塗ってるんですけど、この2つの組み合わせが今現在の私の最強の組み合わせ色で、赤すぎないけどピンクすぎないみたいな、この間の色がすっごい好きで、これを2つを使ってます。まあ、これだけだとちょっと保湿力が足りないってところもあるし、この上からこれを塗るとね、かなりいい感じなので使っております。次服関係2つで、まずじゃあどっちからにしようかな。まずじゃあこっち、スヌードだっけです。ロペピクニックなんですけど、多分ね1500円ぐらいだったと思うんですけど、これ本当にモフモフで超あったかいのでずっと使ってました。なんかね、ガーリーな服にも合わせられるし、ストリート系の時にも合わせられるし、ちょっとシンプルめな服にも合わせられるし、色もねこんな感じでクリームっぽい感じにしたので、それも良かったかなと思って使っております。今月めっちゃ寒かったからね、まだまだ寒いだろうけど、次がね結構質問でも多かったこれですね。ビジョンの服です。袖にはこんな感じでロゴが入って、で真ん中にこうビジョンっていうのが入ってる白いパーカースウェットなんですけど、これボンボン TV さんで出させていただいた時に着てたものなんですけど、結構好評だったので着ております。これ5000円ぐらいしたんですよ、ビジョンなので。古着屋さんっぽいお店で買ったんですけど、ちょっと今ね洗濯したばっかだからちょっとシワシワなんだけど、後ろの丈の方がちょっと長いのでお尻がシュルって隠れるようになっております。これも結構着てたかな今月と思います。今月もなんか怒涛の勢いでブワーって過ぎてった気がするんですけど、今月はね半分ぐらい福島にいて家でねのんびりしてた感じなんですけど、また明日から福島に帰って通院しなきゃいけないので病院行って、でちょっと滞在して新潟に行って、一回福島帰ってから千葉にまた帰ってこようかなって思ってるんですけど、そんな感じでまた明日明後日くらいからの動画は福島からの配信になると思うので、まあ、リトルとやってほしいことだったり何かあればコメントに書いてくれたらなと思います。そしてですね、私の福島での今回の目標はカメラをゲットするという目標を立てておるのでそろそろ変わるかなと思うので楽しみにしててくれたらなと思います。それではチョコバナーでした。バイバーイ。